芥川龍之介、花羅生門などが有名です。現代から見てもイケてますね。しかも東大生、すげえ。スーツにセッタでも何の問題もありません。なので今回は芥川龍之介を巡ってみようと思います。芥川龍之介は牛乳製造販売を行う新原歳三の息子としてこの辺りで生まれました。生後7ヶ月あたりで母の服は病になり、服の両国にある実家でおばに育てられます。母の看病は妹の冬が手伝いに行っていました。10歳の時に母が亡くなります。父の歳三は出来の良い息子を引き取ろうとしますが、この時すでに歳三は母の妹冬に手を出して子供も産ませてました。新原家と芥川家は対立し、龍之介はそのまま叔父の養子となり芥川姓になります。父の歳三は翌年ちゃんと母の妹と正式に籍を入れてます。すぐ近くの高等尋常小学校に通ってました。その一角に文学碑があります。ちなみにこの裏に公園があって、勝海舟生誕の地があります。まあ両国駅の近くなので他にもいろいろとありますが、その後東京帝国大学に入学し、在学中に羅生門花を発表し、花は夏目漱石に絶賛される。交流は続き、漱石を師と仰ぎます。この近くで漱石は教師をしていましたが、龍之介が生まれる前なのでこの時は出会ってません。新聞社に勤め結婚し順風満帆に見えたが、義兄の自殺などもあり次第に精神的に弱っていき、腸カタルなどを患う。安吉の手紙アバババは、どうかカッパと発音してくださいのカッパや、あるアホーの一生などを発表。この映像を撮ったわずか3ヶ月後、1927年7月24日、睡眠薬を飲んで自殺を図る。享年35歳。お墓は巣鴨の次元寺にあります。こんな有名な文豪の墓なのに花が枯れてるのはちょっと。近くに花屋を探すと、隣の染井霊園の入り口に花屋があった。売れちゃって1000円分しかできないと言われたが、どうにか作ってもらった。ぼんやりとした不安は消えたでしょうか。太宰治のお墓の近くには森鴎外が眠ってますが、芥川龍之介のお墓の近くには谷崎潤一郎が眠ってます。最後に芥川龍之介と赤穂浪士について。芥川龍之介の生まれた場所のすぐ近くに浅野匠の神邸跡があります。浅野長則はここで生まれました。そんで芥川龍之介は1歳になる前に両国に行き、ここで育ちます。100メートルぐらい先にあるのが吉良邸。吉良上野介はここで生まれたとされる。まあ彼は赤穂浪士にここで殺されちゃうんですけど、結局こじつけると浅野家の近くで生まれて吉良邸の近くで育つと芥川龍之介になる。絶対になる。ならない場合は田畑に住めばどうにかなる。田畑文史記念館は館内撮影禁止ですが、常設で田畑の家の模型などがある。その休憩跡には芥川龍之介記念館が立つようです。いつになること。